はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。3月は21日木曜日でございまして、間もなくですね5時になろうとしています。どうなったでしょうね。上海はもう終わったんちゃうの。終わりましたね。マイナス 2.57 と変わらずですね、3077。この辺で最近上海ほとんど動きませんね。なんでやろう。香港ハンセンはですね、まだやってましたよ。おお、上げてるやん。312プラス 1.89%。 香港上がったのになんで上海上がらへんの。あのね、上海はねもうねマーケット的な動きができなくなってるんちゃいますか。売りも買いもね。ドル円が 151.047 というところでございまして、ドルウォン、おっと切り返されたかな、1325と、ね、今日はずっとですねウォン高で来てたんですけどもですね、さて行きましょうか。そのウォンの国の話でして、これはハンギョレですね。昨日のですね朝8時55分に載った記事ですね。韓国では平凡、日本では傑作、高麗茶碗の謎ということで写真が出てるんですよ。これ高麗茶碗、ふーんという感じですね。本文行きましょうね。この過去の器は韓国の私たちには平凡なものに見えるが、日本人たちはなぜ最高傑作あるいは貴重なものと見て感動するのだろうか。先月から東京の青山通りにある根津美術館の1階展示室で絶賛開催中の2つの企画展、魅惑の朝鮮磁器と謎解き奥高麗茶碗、それぞれ今月26日までに主役として登場した多くの高麗茶碗の名作はこのような問いを新たに思い起こさせた。うん、そうですか。韓国の愛好家や美術研究者の間ではよく知られた事実だが、高麗茶碗は高麗時代の茶碗を総称する言葉ではない。噴水砂器と白磁館の境界でマクサバルと呼ばれた朝鮮時代の平凡な食器だ。朝鮮時代初中期の15世紀から当時職人が何気なく食器に使おうとして適当に作ったものを、16世紀に茶文化を愛好した日本の武士権力者や貴族文人が人心和乱（文禄継承の役を前に）日本に偶然流れてきたこうした器などを見てすっかり惚れ込み、自分たちの静寂で細やかな美意識を投影し、自分たちの神秘的な鑑賞の対象にした。そのため模様もなく、ところどころにひび割れがあったり、穴が開いていたり、下の高台は上薬すら塗られていないか、大雑把に塗られた跡を見て彼らは感激する。春夏秋冬の季節が変わるたび感じさせる鮮烈な季節感や、孤独で窮屈な人生観の情緒を質感で見せてくれるといった、しばしば物の哀れに代表される日本人のわびさびの情感を品格高く表示、品格高く示してくれるといった称賛を浴びせる。何の作為も加えずに作るということと、人生に忠実な無為と無心の美学で白磁と静止を眺める韓国人の審美眼としては納得するのが難しく、同感することさえ容易でないと。まあ以下続くんですけどね、これくらいにしておきましょうか。あのね、一応このですね、あのアドレスを貼っておきますんで、ですね、この茶碗の写真、これなんか模様があるのかないのかよくわかりませんね。まあ確かにね、ふーんっていう感じですよ。まあなんか無造作に作られたかなという感じがしなくもないですね。はい、これがでも当時の日本人がこれすごいやんというふうにこう見入ったもんでありまして、
なんて言いましょうかね、日本人には何となく分かるんですよね、味わいというかですね、まあわびさびの世界で素朴な感じですね、こう自然な感じですね、ちょっと崩れているような感じがですね、ものすごくふーんって風情あるやんというふうになるんですけど、これがね実はね朝鮮半島の人には全く理解できないんです。ただの粗雑な雑なですね出来物しか見えないんですね。彼らがねこれすごいやんっていうのはもうパーフェクト、白磁でも青磁でもっていう青いのね、青いって言うと薄緑ですね、薄緑でもその真っ白でもですね、全くこうなんて言いますかね、工業製品みたいにピシャッとこの左右対称、左右対称か、まあまあ円なら円、丸なら丸、四角はないですけど、で曲線があるんだら全くのこうなんていうか左右対称でこうなってると、でどこにもですね崩れたところがないというのが彼らにとっての美なんですよ。日本人はそういうのはむしろですねなんかこう無機質に感じますよね。その無機質さを彼らは求めるんですよ。それが素晴らしい、無機質であればあるほどいいっていうのが彼らなんですね。日本人はですね、無機質はかえって冷たい、単調というのに捉えて、何が面白いでそれがという感じになりますよね。崩れ方がいいわけよですね。どう崩れるのがいいのかというのは、各自の美観、審美眼によりますけども、そこはね、今でも完全に違うんですよ。いつも言うのはね、朝鮮半島というか、まあ、韓国だけ取ってみてもですね、巨大なタワーマンションというふうに私は言うてるんですけど、社会の構造がね、見事にですね序列が決まっていてですね、ヒエラルキーをみんな気にしながらですねその序列通りに来ているという、日本ってそういうの嫌でしょう。まあタワマン好きな人もいますけどね、タワマンってはものすごく僕私から見ると建物が無機質なんですね。何がええんやろこれと思って、あの味わいもクソもないですね。なんかほんで崩れたらただ汚いだけでしょ。あのね、崩れてもね、崩れるというか成熟して時間が経ってもね、その何ていうか成熟した美容をこう美しさを、成熟の美しさを発してるような建物ってあるでしょ。まあ今日の町屋なんかにそれを感じる人もいるでしょうしですね、まあ私はあれですね、代官山ヒルサイドテラスとかね、あれも30年40年50年経ってるんですよ。それでもね、なんとなく綺麗なんですね。うわ、かっこええと思うんですけど、あのタワマンってね、50年経ったタワマンで多分ね、もうなんていうか、古みたいな感じに なってしまうんですね。だから元が無機質だからなんですよ。ペロッとしてるわけですよ。そのペロッとしたのが大好きなのが韓国人で、日本人はちょっとこの崩れた味わいというものをですね、そこにわびさびを感じてですね、なんかこうええやんというふうに思うわけですよ。この違いというのはですね恐ろしいわけであってですね、まあ日本人でもタワマン好きの人は大体多分そのパーフェクトな韓国の方が好むような左右対称のビシッとしたようそういうのが好きなのかもしれませんよ。傾向としてね、みんながみんなそうとは言いませんけども、まあですね、これがですね今でも朝鮮半島の人々には理解できない日本人の美の意識でしてですね、まあ別に私これが好きというわけちゃいますよ。でも多分これを好む日本人はいるやろなと思いながらこの写真を見てるんですけどね、でやっぱり日本人とですね韓国の方のですね美意識というのはその辺のに大いに違いがあってですね、白磁とか青磁とかから綺麗ですよ、確かに見てると、うわなんか綺麗やんと、でもなんかねこう冷たさを感じるわけですね、そこにね。まあ別に私なんて言いますか、美術についてはですねほとんどですねなんていうか何も分かりませんで私は今理屈で言っただけです。向こうの人が好きなのはこんなもんで、日本人は多分こういうことが好きなんやろうと、まあこれを見てですねいいとも悪いとも言えませんよ私は。はっきり言ってふんっていうだけです。でも昔の人はここにですねこの味わいをですね感じたんでしょうね。今でも多分、日本人はこれを見てまあええやんというふうに思うかもしれませんね。もう焼き物とかって大の苦手です。わかりやすい絵画でさえですね、まあ私でも絵は好きですよ。だからこれ、俺は好きやなとか嫌いやなとかちゃんと言えますよ。ただしそれがですね、世間の基準と合ってるかどうかあんな知らん。あ、これええやん、俺好きやっていうのは言えます。焼き物はね、わかりません。ふーんっていう感じです。はい。何がええのかようわからんということですね。はい。
ということで、今読みましたこのハンギョレのですね、韓国では平凡、日本では傑作というですね、タイトルの記事貼っておきますので、写真だけでもですね、ご覧になれば面白いかと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。